この次のお店も聞いたところによると非常に人気のあるお店だそうですけども、その人気の秘密は一体どこにあるんでしょう。まだお店の中に入ってきてないんですけども、この入り口のところで雰囲気が違うというのは分かりますよね。ここ壁一面には英語やフランス語などのプレートが飾ってあったりとか、こういったなんかベンチもちょっと台湾のお店にしては珍しいですよね。いや、しかも皆さん見てください、こんなところにはベスパが止まっています。これってもしかしてインスタ映えを考えてやってるんでしょう。じゃあ僕も1枚いいですか。いやでもこんな、ここには植物が飾ってあったりなど、あと面白いのがこの看板、これって昔のテレビですよね。こんな可愛い看板を僕も初めて見たんですけども、一体中はどうなっているんでしょうか。早速入ってみたいと思います。いや、中はもっとすごいことになってますよ皆さん。これ壁一面だけじゃなく天井一面にも、いや、これって雑貨屋なんでしょうか。これってみんな売ってるんでしょうかね。でもまあ他にお客さんもいらっしゃるんで、僕もちょっと座って何か頼んでみたいと思います。こんにちは、メニューをどうぞ。はい、お料理は和風照り焼きとタイのチキン料理、インドカレーの3品です。はい、じゃあ、ちょっと喉が渇いたんでまずコーヒーをお願いします。アイスですか、ホットですか。ホットで。ホットですね。以上でよろしいですか。あとちょっとお腹が空いたんで何か食べたいなと思って。悩む必要はありません。すでに超人気の選択いたセットメニューを予約しておきました。それは2日間前に予約しないと食べられないですよ。え、そうなんですか。はい、じゃあ分かりました。すごい楽しみです。ではメニューと呼び鈴をお下げします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します、ホットコーヒーです。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、コーヒーも来ました。じゃあいただきます。あ、僕も普段は、ね、ドリップコーヒーとか飲まないんですけども、これすごい飲みやすくて香りもいいです。でもこう見ているとすごいたくさんあるんですけども、そう、僕一つ目についたものがあるんですね。ちょっと見に行ってきます。皆さん、これ、まあ、僕の年ぐらいやったら分かるかと思うんですけども、これって灯油ストーブですよね。僕も昔こういうの見たことあります。学校とかでもよく使っていたんですけども、この上に夜間を乗せて直接火を沸かしたりとかするもんなんですけども、これってでもまだ使えるんでしょうかね。こんなところにポツンと置いてあるんですけども、トモさん、あなたならお分かりでしょう。これは北海道のほとんどの喫茶店で使われています。まだまだ使えるんですか。本当にもちろんです。昭和記念公園で開かれた東京飲みの市でこれを買い求めました。すごい懐かしいです。いやでもこの中にはすごいたくさんものがあるんですけども、こういった、ま、骨董品やアンティークなものも他にもあるんですか。トモさん、ご案内しましょう。はい、よろしくお願いします。いえいえ、これは大江戸骨董市で買いました。はい、6、70年前のものです。左右どちらにも動くんですよ。デザインがモダンで、ここにスイッチがあります。まあ、アンテナがつないでないんでこう画像は出ないんですけども、皆さん砂嵐これ出てますよね。いや、これでも今これこんなの買ったらすごい金額するんじゃないですか。およそ2万台湾ドルでやっと買いました。いやでも本当に今それだけの価値は僕もあると思います。こんなもう世界にいくつ残ってるかわからないようなもう貴重品だと思います。
トモさんご覧ください。真空管ラジオです。1949年製です。当時は AM だけでした。やっと出てきました。僕よりもあの古い年代のものなんですけども、これは全く僕も見たことありません。今温めていて、もうすぐここが光ります。中に真空の管が、それを温めないと、まあ、音が出ないそうなんですけども、暖かくなって音が出ます。チャンネルを合わせます。 AM は聞けるそうなので、今ちょっとチャンネルを合わせて、あ、AM は台湾語のチャンネルが多いんです。トモさんも古い台湾語の音が聞こえるでしょ。いやこれこんなにあのはっきりと音が聞こえるとは思っていませんでした。はっきりと聞こえます。すごいですね。でも先ほどあのから紹介してもらっているのは日本のものが多いんですけども、あのここに置いてあるもので、あの他の国から来ているものってのもあるんですか。ありますよ。アメリカやフランス、さらにイタリア、ドイツのものもあります。いやでも中で見るとちょっと中国、あの漢字のものもあったりとかして、ちょっと懐かしい感じもすごいするんですけども、いやこういったあのドライフラワーとかもあのご自分で吊るされたんですか。一部は私が作りました。ドライフラワーを使って、私は南フランス風の喫茶店を開こうと考えました。私は南フランスが大好きなんです。じゃあ分かりました。ここのじゃあ一番の売り、まあ、台湾で、こう初めての、ヨーロッパ風のカントリーカフェなんですか。トモさん、このカントリースタイルは私の自慢ですが、他にも誇りに思うことがあるんです。うちは台湾発の盲人が働くレストランなんです。トモさん、さっきのウェーターは全盲ですが、うちのスタッフなんですよ。全く気づきませんでした。じゃあ先ほど の, あのコーヒーも彼が入れてくれたんですか。ええ、彼が入れました。あのドリップコーヒーって結構あのテクニックがいて難しいと思うんですけども、いや彼が自分でやってるかどうか、じゃあちょっと僕もこの目で確かめに行きたいと思います。先ほど僕が、いただいたコーヒーが、こちら、視覚障害者のチンホン君から、ま、作ってもらったものとはちょっと思えないんですけども、これからもう一度あの本当に実際に、そのドリップコーヒー作るところを見せてもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい。携帯を使って時間を、教えてもらっているようなんですけども、それで、ま、入れるお湯の量とか時間とかを、測っているそうです。あ、でもその時間も何十秒とかじゃなくて何10点何秒まで言ってますね。で1分経ったのでまたあのお湯を足してるんですけども、なんかあのすごい真剣に先ほどまで話をしてくれてたんですけど、今ちょっと真剣に作業をしているということで話ができないそうです。これで落ちるのを待って完成ですか。はい、分かりました。ドリップコーヒーできるようになるまでどのぐらい時間かかりました。だいたい3ヶ月ぐらいです。でも先ほどもちょっとなんかあの手が滑ったのかそういうアクシデントがありましたけども、例えばこういう熱いお湯を使ったりすることで火傷をしたりとかっていうことはなかったんですか。ありました。そういうことがあってなんか諦めようとかっていう思ったことはないんですか。それはありません。すごいですね。もう本当手探りで全てのプレートや、まあ、カップ機材がどこにあるかを探しながらやるんですけども、できました。これで出来上がりです。
コーヒーを入れるだけでなくジャムを作ります。先ほど のコーヒーでも結構危なかったのに、そのジャムを作るって、まあ、包丁を使ったり、そのあの熱の出るものを使ったりとか結構危険だと思うんですけども、大丈夫なんですか？切り方を知っていますし、点火の仕方も知っているので全然危なくないです。じゃあ早速どのように作るのか教えてください。はい、まずパイナップルは切ります。でもパイナップルを切るのもこう半月型をちゃんときれいにまたこういう4等分してます。しかもパイナップルを、ま、丸ごとからパイナップルのスライスをするのにもこういった、いや普通ではなかなか難しいやり方でやってるんですけども、やってみますか？これ僕もじゃあ目隠しをして目をつぶってやるってことですよね？はいまあこれ目をつぶって、はい、指でまず果物の場所を確認します。パイナップルがありました。もうここに切ってあります。これは包丁です。包丁はもう刃が下を向いています。切ってみてください。はい、まあ、これぐらいはまあだいたいわかるんですけど、これその横に置いたりとか、さっきもこのパイナップルをこう横にスライスしたんですね。これってちょっとすごい手に注意してください。どこまでもう刃が通ってるかも全然わからないんですけど、まあぐちゃぐちゃになっちゃったような感じがするんですけど。そうです。しかもなんかまな板もどこにあるかわからない。はい、ちょっとまあジャムにするんで多分大きさはまあ大丈夫かなと思うんですけども、これでも大丈夫ですか？大丈夫です。いやもうなんかこんなぐちゃぐちゃな、多分ぐちゃぐちゃになってますよね。いや、しかも見てください、これ自分ではまっすぐ切ってつもりなのにこんなに斜めになってます。すいません、やっぱこれすごい難しいです。次はさっき切ったパイナップルに水を少し加えてジューサーでそれを絞ります。もうでもすごいのはどこに何があるかっていうのもちゃんともう覚えているのはすごいですよね。なんか全然躊躇する予定も様子もなく、もうすぐに次の動作をされているんですけども、これは砂糖です。はい、かられたんです。その中に今パイナップルのジュースを入れました。今いきなりもうレモンを2つに切ったんですけども、それで今先ほど2つに切ったレモンをそこからレモンジュースを取っているところなんですけども、15分から20分ほど煮詰めます。じゃあ次の作業は何をされるんですか？次はこれです。これは何でしょうか？ああ、わかりました。これ前にも取材に行った金木犀。これを粉末にします。はい。これで粉末になりました。あ、はい。これで先ほどの金木犀の花の粉を火を止めます。はい、入れて火を止めました。でこれで優しく、かき混ぜて、わ先ほどの、金木犀の花の粉を入れたらまたあれですよね、もっともっと水分がなくなったような感じがするんですけども。はい、濃くなりました。できました。はい、食べてみてください。パンに塗って、どうぞ。うん、この食パンもすごい柔らかくて美味しい。でも僕も今作業を見ていてすごいドキドキしながら見ていたんですけども、ちょっとこんな
聞き方をするとあれですけど、もともと生まれた時からもう視力が悪かったんですか？生まれつき右目は全く見えず、左目の視力は 0.1 でした。子供の頃は見えたんですが、中学3年の頃視神経が萎縮してしまい、その頃からだんだんと見えにくくなってしまい、今では全く見えません。もともと見えたことから、見えなくなってしまったっていう、その生活上にすごい不便があると思うんですけども。勉強では困りました。それまでは字が見えていたのですから、見えなくなってからは点字を覚えました。それから歩くのも大変でした。今は杖を使って歩けますし、全ての環境を記憶しています。すごい今仕事を見ていて、すごい元気に明るく仕事をされているのは、すごい僕も力づけられたんですけども、やっぱりこういう料理とかはもともと好きだったんですか？もともと食べることも作ることも好きでした。たくさん作ってみんなに分けて、食べている人の笑顔を見るとこちらも嬉しくなります。料理を時々僕もするので、こういった気持ちでみんなに食べてもらって嬉しいなっていう、そういうのは僕も一緒なんですけども、この目の見えないというこの暗闇の世界でこういうことが、本当に多くのやること全く同じことができるので、それは今これができるようになるまですごい努力をしたんだろうなっていうのは分かるんですけども、だいたいこの目が見えなくなったのをちょっと克服できたっていうのは、いつぐらい、どのぐらい時間かかったんですか？2年です。初めのうちは気分が落ち込み消極的でしたが、家族の励ましや先生、仲間の助けや励ましを受けて、だんだん明るくなりました。これ今までも作るのを僕も見させていただいたんですけども、今度はゆっくり料理の方を楽しませていただきたいと思います。